皆さんこんばんは、ジャーナリストの岩上康美です。1日に2度インタビューとか3度インタビューということももちろんあるんですけど、あるにはあるんですけれども、同じ話題で連続してということはそうそうあるものではありません。それだけこの事件には大変多くの人に関心を持たれており、またいろいろな識者の人にですねお話を伺わなければいけない、それくらい重要な問題だと思っております。イスラム国が2人の日本人人質にとり、その殺害予告のビデオを公開いたしました。期限は迫っております。この事件について放送大学教授の高橋和夫先生にお話を伺いたいと思います。高橋先生、よろしくお願いいたします。どうぞよろしく。フジテレビのですねスーパーニュースにお出になられて、はい、その足で駆けつけていただきました。ありがとうございました。他局を蹴ってきましたありがとうございます。もう実際本当に到着されてね、今ちょっと一服していただいてたんですけど、その間もひっきりなしに、携帯に電話かかってきますよね。はい、まあ、ありがたいことだと思うんですけどね。やっぱりあれですかね、実は私がこの今始める前にですね、めったにかかってこないある大手のですねメディアのかなり偉い人から電話がありましてですね、話してくれる人がいないっていうんですよ。それは専門家はいらっしゃるんですけど、やっぱり今非常にデリケートな時期なので、遠慮するっていう人はね何人もいらっしゃるそうなんですね。そういう中こう話す、もちろん話せるだけのこの素養とか知識をお持ちでなきゃいけないんだけれども、さらにこういうリスキーなですね、話すこと自体がリスキーなことをお話しいただける方が限られてるというようなことをおっしゃってたんですよね。それとあと政府のですね、縛りが大変きついとおっしゃってましたね。社全体がね縛られてると、まあ、それ以上詳しいことは聞かなかったんですけれども、はい、ちょっといろいろご相談があって、まあ、多少のお手伝いをしましょうという話をしたんですが、はい、そこはまあうにゃうにゃうにゃって話なんですけれども、はい、そういう縛りって何か感じるのありますか、こういう各局の高橋先生はもう出まくりなんですけど。そうですね、一つはまあイスラム国と交渉する上でどうしたらいいかというのを当然みんな思いますよね。そうするとやっぱり、ずっとお付き合いがあったハサン中田先生とかね、ジャーナリストの常岡さんとかに頑張ってもらうしかないと誰でも思うわけですけど、一般論としてね、日本人のそういう人たちとコミュニケーションを持ってる人たちに頑張ってもらうというのはいいんですけど、あんまりこう名前は直接出してほしくないみたいな雰囲気はありますね。不思議な、で本人がテレビに出てる時でもなんかそんな雰囲気が不思議なもんですよね。なんかやっぱり何でしょうね、何かとってもこうちょっとまあいつでもそうですけどね、事件が起きたら緊張感走るんですけど、今回ちょっと独特な緊張感ですね。なんて言うんでしょうかね、みんなピリピリしてるというのを非常に感じるんですけどね。こういう事件が起こってね、やっぱりハサン中田先生、常岡先生、ジャーナリストなんか頑張ってほしいと思うわけじゃないですか。でもその目を公安が事前に積んじゃったようなところがあって、明らかに公安としてはあんまりそんなことは言われたくないだろうなという感じですよね。お二人の活動をどう評価するかといろんな議論があると思うんですけど、でもお二人が頑張ってることでイスラム国と日本の間に情報が流れるという状態はやっぱり日本にとっては資産だから守っていくべきだと私は思ってたんですけど、もうせっかく自由な活動コミュニケーションを切ってしまってて、今大騒ぎになって、という状況ですからね、ちょっと公安の方はやっぱりあまり言われたくないのかなとは思いますけどね。常岡さんは先ほどもね、ここでちょっとテレビを映してて見てたんですけど、ニュースにご登場になっていらしたんですけど、中田さんはですね、全てのメディアのほぼ全てのメディアの取材をお断りになっていると、ちょっと僕は連絡が取れてるんですけれども、ただ明日外国人特派員協会、ここでは取材を受けると、記者会見が、おそらく大変な数のマスコミが行くんじゃないかと、そうでしょうね、思いますけれどもね、それから外国人メディアも外国のメディアも、彼の発言には非常に注目するんじゃないかなと思いますけれども、私としてはなんかハサン中田先生に石を投げなかった人から順番に質問してほしいですね。それだったら僕は質問する権利があるなという気がしますけれども、
この間の、インタビューですね、はい、高橋さんに来ていただいて、パリの銃撃事件、テロ事件ですね、はい、そして非常にその余波が非常に大きい、うん、まあ、影響が非常に大きいという話をお聞きして、うん、そして、これはどうもフランスは対イスラム国のこれまでもまあ空爆に参加しているけれども、うん、より一層前のめりになっていくとか、うん、それから空母も出すとか、うん、戦争への傾斜の、うん、そのためのなんか前段のエピソードのように、うん、あの事件はなってしまいそうだなっていうところまでで、うん、でこういうタイミングで5本を出されてですね、うん、ちょっとこれ5本紹介しなきゃいけないですね、はい、このちょっと待ってください、はいはい、イスラム国の野望というこの、はい、5本、これもう間に合ったんですか？まだ、ですね、実はすでに市場にはイスラム国の正体だとか、うん、衝撃とかたくさん本が出てて、うん、でこれが一番遅い本になったんですね、うん、で編集者がごめんなさい先生の方が一番遅くなって、でも遅くなった分、少し書けるからっていうんで、まあ、フランスのテロについても若干言及をしたというんで、うん、はい、だからまあそういう意味では一番新しいと。1月30日発売、はい、これは動かないと、はい、夏になるんですね、はい、でもこの間お話をね、パリの銃撃事件も本当に滅多にあるような事件ではなくて、うん、大変な事件だと思っていたら、はい、このまあ、人質は捕まってはいましたけれども、うん、安倍総理が中東歴訪中にですね、うん、こんな劇的な形で、うん、犯行殺害予告というのをされてですね、正面切って、うん、日本政府にですね、はい、この、まあ、いわば対決を挑むみたいな形のですね、うんうん、声明を突きつけてくる、うん、こんな展開はですねちょっとまあ考えられなかったっていうか、はい、予想はしなかったんじゃないかなと、はいはい、まあ、我々も予想してませんでしたし、はい、うっすらとね、はい、イスラエルにあんなに傾斜してていいのかなとか、うん、安倍政権のですね、うん、外交姿勢って危なっかしいなという一般論はうっすらと思っていたんですけど、こんな劇的な形で現れると思わなかったんですが、あのパリの事件とこの事件というのはやっぱり一つながりで考えるべきものなんでしょうか。まあ、イスラム国っていうのがまあいるんで、それ当事者がいるんでつながっているんですけれども、どんなふうにお考えですか？はい、私がいろいろ聞いた意見の中で面白いなと思ったのは、まあ、パリの事件はどちらかといえば、まあ、兄弟はアルカイダ系だったということが言われてて、うん、まあ、今その過激派マーケットといいますかね、はい、過激な思想を持って過激な組織にお金を出して行って戦おうという人たちのマーケットの間では、まあ、イスラム国が、うん、まあ、トップブランドだったんですね、うん、長いことはアルカイダがトップブランドで、うん、去年あたりからイスラム国がトップブランド、はい、で今度パリの事件が起こってアルカイダ絡みだということで、うん、まあ、アルカイダが、まあ、トップブランドに返り咲こうとした時に、まあ、今度はイスラム国がこれを持ってきたと、まあ、そういうなんかブランド合戦という目で見ると、非常に効果的な、まあ、マーケティングだったですよね。なるほど、そういう視点もあるんですね、うん、この間お話を伺った時に、アルカイダ何か後出しのね、うん、犯行声明ですよねっていう話は、うん、しましたですよね、ええ、でそれはちょっとアルカイダは自分たちが直接やったわけじゃないだろうけれども、うん、枝の枝みたいなところが言ってくれたことを、うん、まあ、じゃあ我々がさもやったかのように、うん、少しこう宣伝にね利用しようとしてるんじゃないか、うん、そこまでのお話だったんですけど、それに対してこのイスラム国の巻き返しみたいな、うん、世界的に注目されるということを織り込み済みでこれをやってると、うん、はい、あ、タイミング的にはね、ドンピシャリですよね。ドンピシャリですか、だって安倍さんがおられてこれが起こって、うん、もう日本のメディアは取り上げざるを得ないし、うん、で安倍さんはテロとの戦いって演説を打った手前、うん、妥協はできないんで、うん、この事件が起こった時安倍さんはたまたま、ね、エルサレムにおられて記者会見というところに追い込まれて、はい、本当はあれは、うん、まあ、日本のこう中東への関与というかね、ちょっと安倍外交の成果をこう誇示する場面だったと思うんですけど、これですよね、はい、でも安倍さんはしっかりイスラエルの旗を背負わされて、うん、ここで会見して、まあ、安倍さんがいいとか悪いとか別ですけど、イスラム教徒が見ればね、うん、ほら安倍は向こう側の人間だろうという、うんうん、まあ